場の方とかユーカリ学校って話が出るとちょっと高級なあのお金持ちが住んでるような町だね、まあ、もちろんそのイオンもあって高層マンションもあって桜市内だとその町が発展してるってこともあったのでやっぱこう敷居が高いじゃないですけどお金持ちが結構住んでるっていうイメージがありましたね。まあ、保育園が多かったりあとはこう十字路じゃなくて T 字路を多めに作ってこう車との接触事故を防げるように区画整理されてたりですとか、まあ、町がその古くないあの1年間に建物を売る数も決めてらっしゃって町全体をこう一気に建てて売るわけではなくて、まあ、町が老化しないようにこういろんなところにこう、まあ、若い人もいたりあのご年配の方もいらっしゃったりっていう町づくりにとても魅力を感じたのでユーカリ学校に住むことに決定をした次第でございます。若い方あの小さいお子さん本当に2歳3歳とかってお子さんがあのいらっしゃるご家庭がかなり多くてですね子育てっていうことに周りの住人さんもあのこう理解していただける夜泣きしてうるさくても、まあ、全然大丈夫ですって言ってくれたりですとか、まあ、夜泣きとか大変だろうけど頑張ってねって言っていただけたりとかっていうところもあったので実際に本当に住んでみて優しい方が多かったり本当にこう気を使っていただいてあの、まあ、周りとのこうコミュニケーションも取りやすく、まあ、困ったこと助け合ってっていうことし合ってこう生きていけるのかなっていうのがあの一番こう新鮮に感じましたね。隣人関係とかトラブルあるかなって思ったんですけどやっぱお隣さんもちょっと大きいお子さんがいらっしゃって先輩のママさんに当たるので理解もあって優しくてっていう感じですねここに引っ越してきてまず思ったのが夜本当に静かで全然車の音も聞こえないですし道路も駅までの道のりも街灯がしっかりしてて暗くないっていうのもあのポイントかなと思いましたね。まあ、交通事故もほぼない、まあ、ほぼないというか、まあ、聞いたことないんでないようなこう本当道路にも配慮されててこのユーカリが多かってモノレールも通ってるじゃないですか。でもモノレールに行くまでに結構、まあ、お年寄りの方だったらやっぱ10分歩くのも疲れる、まあ、そういう方のためにコミュニティのバスも走らせてあの、まあ、最寄りの駅に簡単にこう行けるようにってい こう整備されてるってところが家売ってお金儲けだけを考えてるってわけじゃなくて本当に地域密着型ってことで住む人のことを考えてもう町全体作ってるのであのこう上手なこう町づくりしてるなっていうのがあの一番のこうユーカリ学校のこう魅力っていうか決め手になりましたね。もしこう自分たちが50年後70歳80歳になってもまあ、老人ホームがあったりとかあとはもっと駅近くにその高層マンションがあったりっていうこともあるので移動もしやすい引っ越しもしやすい環境もあって本当にゆかりが丘に住めばこう生きてる間はまず困らないなっていうのが思いますね。